マージャンファンの皆様、こんにちは。本日は第1期 JPML WRC R リーグベスト16の模様をお届けしております。実況の吉井優です。どうぞよろしくお願いいたします。そして本日の解説には渡辺幸四郎プロをお迎えしております。幸四郎さん、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、それでは早速ですが、対局へと参りましょう。第1期 WRC R リーグベスト16 A 卓3回戦、立会人藤原拓博の合図で東杯のスタートです。さあ、それでは3回戦座順です。トン茶に柴田、ナン茶に河野、シャー茶に石井、ペー茶に木本の並び、トンの1局、ヒロ柴田の親番でスタートいたしました。さあ、ドラが6万でのトン1局、後ほど画面下にもテロップが出るとは思うんですが、ポイント状況まだわからない状況になってますよね。そうですね、全局に3着、1戦目3着あった石井さんがトップ、はい、で1戦目ラストだった木本さんが2着ということで、うん、かなり展望としては平たくなっているんじゃないかなと思います。はい、4回戦を行って上位2名がベスト8への勝ち上がりとなります。さあ、1巡今過ぎようというところですが、木本にはピンズとソーズで2面図が完成。初のポンから動いたのはなんちゃの河野です。これは本一に行きそうですね。ピンズまで、はい、伸ばしていきたいところです。はい、さあ、そして親の柴田が9ピンのポンから動くのはハクバックか。おお、これはかなりハクバックですね。そうですね、はい、染めてもない役牌の、まあ、後付けの形ですもんね。柴田さんはなんだかんだでそのかなり点数的に、なんかその点数的な手配的に、はい、どうしてもなんかチートイツを狙ってたりで、ちょっと他の人からちょっと一歩遅れるような展開だったんですけども、なんだかんだ着順を2、3とプラスの2、プラスの3とまとめてきてるんで、プラスの2と3ですね、まとめてきてるんで。そうですね、2着3着です、はい、結構なんだかんだでやっぱりこの勝負強さというか、はい、ここの戦い方をもう理解しているようなイメージを受けますね。やっぱり順位点が大きいので、先ほどの、はい、2回戦もはい、オーラスの3戦6戦で3着に着順を上げたんですけれども、それがないとちょっと厳しいところでしたからね。そうですね。さらに難をポンして河野はまず両ピン短期での転廃、まあ、完両ピンとも言いましょうか、はい、おさんはこの仕掛け、この仕掛けを受けて、そうですね、両マン数まで数ピンは切りませんね、うん、ピンズがもう触れないと、はい、いや、柴田さんもローピン持ってきちゃった。これはどこまで行くかでしょうかと。まずローピン行きました。最終手出しはチーピン、はい、おお、これは行きましたね。かなり初なんとこうヤクヤク2つ見せられてピンズやってますよってやられると、はい、ただピンズかどうかはちょっとまだ怪しいところなんですよね。自敗が出てなくて、ウーピンも、ウーピンもトイトイとかの可能性もあるんですよ、まだ。そうかそうか、はい、今度はトン短期になった。これはいい、そうな短期ですね。これはでもむしろ柴田の動きを見るとトンもおいそれと打たれるような配慮はない気がしますが、す、ね、これ木本さん、トンもハクもかなり切りにくいんで、もう9万切っても、でも結構いい手になったと思ってたんですけどね。いい手になったんですけどね。ただこの2人に対してションパイ2枚の自敗金のはあまりにちょっと乱暴っていう判断ですよね、はい、やっぱり一旦形は転廃換算そうですが、はい、役がありません。この形では9ピンのポン、3万のポンと動いていて数層切り、役なしの換算層転廃には価値がないと、はい、だったらおお、チュン短期にした。今度はトンとチュンを入れ替えていく、はい、これ柴田のチュンが危ないか。これはただどう見えるんだ、チーピン切ってリャンピン切ってトン、うん、トリトリじゃなければ、なんかそういうやっぱり短期を転がしているように見えますね。ああ、はい、はい、柴田は E ピンは手の内に留めました。こうなるともうかなり木本さんも結局白が切れない、数ピンも切れないとなっている以上は、はい、まあ、一旦パーソー、はい、これもちょっと恐る恐るですもんね。ローピンは切りましたね。まあ泣かれてないですし、やっぱりローピン、うん、短期をやっぱりこう選んでるっていうイメージは多分かなりあると思うんで、はいはい、それも考えるとやっぱりローピン短期にはしないでしょっていう、はい、唯一6、9ピンのアリアン面だけ出てくる可能性があるんですけど、それもまた9ピンポンされてるんで、まああんまりしないでしょっていうことで。さらにパーピンは、パーピンの方は行きましたか、はい、ウーピンがチーされてないと、うんうんうん、
カンパーピンがどれぐらいあるのかっていうイメージですかね。チーピンが一番初めに出てきましたからね、はい、カンパーピン固定した後にその後にビャンピン出てきて飛んできてるんで、はい、なんかカンパーピン固定とかしないでしょっていう、うん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 、やっぱりだから本戦は自敗だと睨んでる、うん、自敗とかあとピンズの下ですね。そうか、まあ、ですからこの E ピンやチューンってことですよね、はい、あこれならあもう取らない取らないテンパに取りませんでした、はい、あチューン自力で積もり上がりました。河野の上がり難発本一の2004戦からスタートです。さあ河野もね、1戦目がトップ2戦目が、4着に沈んだということでポイントの優位が、まあ、やや減っている状態であります、はい、移ってトンの2局河野の親番ドラが老僧手配はどうか。総図で一面図地が重なったのはシャアでしたか、ね、なんかそんなによくはないんでとりあえず地配全部切ってからですよね。はい、はい、まあピンフぐらいにはなるかなっていう感じですか、はい、なんか今ここ映った3人はそんなによくはない、はい、うんうんうん、おここがいい良いですね。赤赤含んで2面図、はい、白統一でドラ表示牌に嘘を持っててドラも使いやすいと、はい、引いた時に現状の形だとハクは泣きそうですかね。マンズ3345と一応アリャン面の形があるんですが、そうですね、なんか柔らかいのはハク泣いた後に9万パーマンと切って、はい、ハッツかなりの含みを見たりとかが良さそうですが、これであれですね、もう素直に、はい、頭ができたんでハッツ切っていきそうですね。これはハクポンしそうですね。ですね、あの形になればなおさら、はい、そして打たれるハクですね、はい、はい、柴田のポンの声ローソーを引けたら文句なしですし、まあ、ヤンマンとか引いての一数万も全然嬉しいよっていう、はい、河野さんもちょっとずつ形になってきてる。いやしかし先ほどのトン一局の柴田の動きはかなり、はい、あ関数層になりました。柴田さん今パーマンが出たんでパーマンポンセサブローマンに出る取れたんですけど、あ、はい、それは取れませんでしたね。そうでしたね、はい、というのとやっぱりそれよりはまあドラを引きたかった、はい、ドラを引いてのまだテンパイを見たかったっていうイメージですね、うんうん、この順目でそのテンパイ取るよりはなかなかこう満願のルートを見切るような選択っていうのはしづらかったですかね、はい、もう一度手が回ってくれると嬉しいんですが6万で手が止まります。一応3万の切って3万の取り落としに形になりますね、うん、これは3万の取り落としを見せたっていうニュアンスになるんですか。そうですね、そういう形になりますね。まあそうですね、微妙になんかこう3色もなさそうなんで、まあ、それよりだったらもう3万を見せて、はい、やっぱ3万が急所なってこともあるんで他の人の、はい、そういうのをちょっと見せてちょっと他の人のやる気をそぐっていうのもありますよね、うんうん、今自身がテンパイしてるんで。さあ対抗馬になりそうなのは親番の河野ぐらいか、もう少し進んでくれば他2名も分かりませんが、ね、おおこれで形をよく、あでもいいピン切りましたね先ほど。おお、いいピン切ってたものはヤンピン残してはあるんですけどね、ここでヤンピン切っていきましたね、はい、フリテンターツを残す選択もありました、はい、まあ、いいピンが3枚見え、はい、その前順からいいピン切ったんですね。シャア2枚でやんで、あ、まあ、シャアシャアと切っていくのが一番手広くはあるんですけども、はい、うん、これはこれはカンチャン続行、はい、パーマンが、まあ、川に1枚入れてウーソーも表示入りで1枚、まあ一応ちょっとあれですね、まあちょっと狭くありましたけど谷青がついた形になりましたね。あ、そうでしたね、貫禄ピンで E ピン残すよりは谷青がつく形になりました。まあ、貫禄ピンあたりは地位してテンパイ取っていきそうですかね。そうですね、貫禄ピンはこの手配の急所に見えますから、ね、あ、これリーチだ、リーチに行きますか、はい、街が貫禄ピン、貫禄ピン地位するとサブロック急走で急走だと上がれないというような形になってましたね。ローピン手の内2枚、手の内2枚、山に2枚です。関数層どうでしょう、数層もありますね。あ、ん、3ピンのアンカンだ、シンドラが小さそうです。シンドラはちょっと高くなりましたね。あ、その小さそう、木本さんもイーシャンテなんでサブローマンさえ引ければ勝負にいける形でありますね。はい、柴田は止まりませんね。柴田川も強いんでもとりあえずもうバシバシ切ってますね、うんうんうん、あ、ローピンここにやってきた、これでローピンがあと1枚、パーピンは今取った、はい、はい、選択は、うん、イーソー切ってスーソー、これスーソー中筋に、あー出た、
リーチの、河野からのつもぎりになりました。広柴田の上がりは白赤赤3900ですね。3900の上がり、ここのめくり合いは鳳凰に軍配、はい、ちょっと河野さんがですね、なんか上がりがちょっといまいち2戦目から結びついてないですね。攻めがこの1戦はね、トンパツの2戦4戦がありましたから、はい、もう一応まだ大丈夫なんですけど、なんかやっぱりもう一押し上がりを決めれば、はい、かなり通過が濃厚になってくるところで、ちょっとまだやきもきしてますね、はい、その辺はそうさせてない、まあ、ヒロさん、石井さん、木本さんがさすがといったところですね、うん、そうですよね、なんか良さそうです。トンの3曲3面ちゃんがあって、やんめんじゃない、メンツだ、あーらららら、赤が1枚、これもあれですね、あのなんか前もありましたけど、はい、チュンが1枚目はもうスルースルー泣かないやつですね。やったらどうだろう、シャーです、親の赤赤5800、いやでも泣きたくないな、なんかチュンポンするとイメージ赤嘘は切らなきゃいけなくなりそうですね、大体出ていくんでやっぱり泣きたくないですね。このチュンまだ切られません、まだ出ないですね。引いてきたのは何でしょうか、白かな、ペイか、ペイでしたね。自敗っぽさはありましたね、ちょっと空白の量的に、はい、あ、テンパイ、テンパイ、これはリーチですね、赤ウソを切って3巡目のリーチに行きます、はい、町が数チーマン、そのウソを木本が動いていく、おお、タンヤオか、タンヤオですね、まずイーピン現物、まあ、あとは全部無筋です、はい、親のリーチの現物2枚勝利して仕掛けていってるんで、はい、これはかなり積極策ですね。これもやっぱり木本としては誰かに抜けられると、まあ、自分トップ欲しいハンチャンじゃないですか、はい、ちょっとね、どの人の上がりも喜べないという、そうですね、親とはいえ親に石井さんに抜けられるのも嫌だと、はい、河野の手が止まる、現物らしい現物がない、石井さんどうだろうな、石井さんがいてやったらトップが偉いルールではないので、はい、順位、あの丘がないんでね、あ、はい、丘がないので、なのでちょっとあれですよね、まあ、石井さんが最悪抜ける分にはいいかなっていうイメージもあるんですけども、ここはもう積極的に攻めていきましたね。そうですね、ドラのシャアが通ります。ただそんなに目いっぱいにはいってないですね。そうですね、まあ一応安全を買って降りるルートが見えればっていうのもあるんでしょうかね、はい、残りの3人は、残りの2人は、まあ、かなりやめ気味には見えます、はい、河野が運送のノーチャンスに数層から行ってるんですよね、はい、あ、チーマン引き、これでリャンピン3層シャンポン待ち、これもあれですね、リャンピン3層のシャンポンにしますね、3層がかなり上がりやすそうということで、あ、はい、通りやすいのはリャンピンなんですよね、やっぱりどう、あのリャンピンが筋になってるんで、でかつ E ピンも第一なんで、換算ピンのとの選択は、まあ、自身の上がりの方にかけた、はい、ということですね。山にはリャンピンがあと1枚になっています。いや、これすごいな、かなり赤ウソってのリーチなんで、はい、おお、上がりきった、3層を捉えました木本、タンヤオ赤2000の上がりで、親の石井のリーチを蹴っていきました。4巡目の赤ウソを切ってのリーチなんで、4巡目だったら赤ウソなんか、そのもし安い手だったら、はい、使い方とこう努力するじゃないですか、テンパイ外したりして、はい、ある程度だから形も打点もある程度ある、うんうん、まあ、今回みたいに赤い位置の両面とか、はい、いうケースが想定できるんですね。そこに対しても積極的にぶつけに行って、こうやって今もう大きな上がりの潰しをできたっていうのが、もう本当にこのトーナメントでちょっとこう振りを背負っている時の使い方を、はい、ちょっとお手本になるかもしれませんよね、はい、そして手配ドライチで789見えて2面つか、ここも赤含み1面つ、いや、なんかやっぱりもともとのジャンプもあって、木本や石井は結構積極策を使うイメージがあるんですが、それぞれタイトル戦の決勝での戦い方でそういう印象を僕は抱いてて、トーナメントだとどうなのかなと思ってたんですが、やっぱり芯は変わらないですね。はい、まあ、やっぱりこうどっかでこう突き抜けないと、やっぱり結局そんなにその都合のいいトップでこう降りてたら、結局トップ取ってその後もずっと降りてたら通過できましたってにはならないでしょっていう、はい、そういう意思が根底にある気がしますね。そうですね、いや、親の木本のリーチが秒読み、
秒読みですね。ただ満足のいくテンパになるかどうかですね。現状短期テンパになる恐れがありますね。頭がない形ですね。まあ、3色がそうか崩れちゃったのか。そうですね。なんかちょっとその辺を柴田は総勢渡ります。4人比べると苦しい手配に見えるのは河野か。はい、手元さんがいいですね。これはこれで半蔵乱蔵が、まあ、最近の流行りといいますか、うんうんうん、1万パーマもありますね。9万つもぎりは結構最近の流行りじゃないイメージですね。私ちょっと古いドラマ、ちょっと古いというか、はい、なんか結局短期テンパイは絶対嫌なんで、はい、そうですね、はい、やっぱりこれが今のトレンドに近い気がします。3色も残しつつ、はい、両面両面のイーシャンテンに構え直したような感じです。うん、乱走を重ねた。ここでドラを切って木本からリーチが入ります。町が老朽層、乱走を引いてきた時の手つき、はい、感触を感じましたね。まあ、三道乱走どっちが重なりやすいかっていうので、まああれですね、石井さんの第2打目のイーソー1枚分、まあ乱走の方が重なりやすいということで、はい、外側に寄せたわけですね。はい、まあ安全のでも三蔵乱蔵と切った方がいいということで、その乱蔵が重なったと、はい、まあ感触は悪くないですね。そうですね。そしてこれ町の老朽層が山6じゃないでしょうか。山6、はい、十分に積も上がりがあり得る。木本さん、これを上がっちゃえばかなりもうあれですかね、通過のラインぐらいまで。そうですね、暫定で河野をまくってトップ面に立つと思いますので、はい、それだけで順位点がね、はい、20ポイント変わってくるので、あとはその点数で、まあ、この半チャン終われれば、うん、もうオーラス、オーラスが最終戦がもう大変な点差になるぐらいの。そういうことですね。おや、しかしちょっとですけど、ただ河野さんはね、あの前に出る立場大事ですよね、今勝ってるんで。はいはい、なんでここはかなり、おそう、まだ6枚ですか。まだ減ってないですね。これで、あ、ここで減りました。老僧が2、9僧が3です、はい、いやなんか手はいけいけと言ってるようなツモが来るが、安全はパーマンが現物か。パーマンが現物ですね。石井さんもちょっとランマンもウーマンも、おー、老僧ツモ上がり、リーチツモピンフドラ1、裏が、乗りましたね。乗ってますね。4000オールの上がりになった。これはでかい。これでかなり、黄色い文字が今のハンちゃんの持ち点も反映したポイントになるんですが、ずいぶん見た目が変わってくると思います。はい、現状にでトップ面に立ったのが木本、トータルのポイントもプラスに浮上しました。親番連チャントンの4曲1本場、ドラがローピン、今の、トータルのポイントの状況だと河野と木本が競ってますね。おとなると、もうここで木本さんはどんどん加点をしていきたい。そうですね、手配はそんなに良くはないですね。まあ、数配の伸び次第か、はい、柴田の手もちょっと苦しそう。ここがいい。いやでも打点があんまり見えない。打点がない、ちょっと形がちょっとまだ分からないぐらいですかね。はい、あ、チューンが重なりました。これは嬉しいですね。とりあえず上がり役は見えた。まあ、というか今お貫通9万の貫通、まあ、トン切ってから、おー、今行く極策ですね。もうリン・シャンハイにトンがいた時は耐えられないっていう、はいはいはい、イメージですね。シンドラがパーマンになりました。お、これでじゃあもう3万、トンか3万か、トン切とかないとか、あ、でも勘違い層どうだろう。おー、3万、3万を選択。まあ、想像の部分はあの差しゴロパで勘違い層なんですけど、ええ、まだ伸びやすいってことですね。例えばレアンソービキとか、はい、なんでどっちかというとトンの安全度かつトンを重ねた時の打点を見て、はい、トンを残しました。3万残したこと、一応3、4、5の3色とかもあったんですけども、どっちかというともこれかなり安全度を見てますね。もう、ああ、そうみたいですね、はい、トンより白になった。ダブトンを先に切ってっていう、はい、ダブトンの方を先に切ったっていうイメージですね。例えばこれ今ハクが重なった時って想図割るんですかね。そうですね、ローソーパーソーと切っていく。チーマンのポン、木本だ、ドラドラになりましたからね。6、9万ももう
薄いんで、このチーム、はい、9万冠されてるんで、でこのチーマンしかも最後のチーマンですから、ドラ表示範囲にチーマンめくれてるんで、これはいい仕掛けですね。かなりこう状況をしっかり見て、はい、機敏に動いていきましたね。さあここもパーピンが入る、ちょっとずつ手が形になってますね。ターツの選択は、あ、3層安全度で3層から、柴田さんのパーマンがポツンと置いてるんですけども、チーマン4枚見えてるんで、あ、はい、カナル以外の使い道がないんですよね。本当だ、このパーピンはちょっと考えてる。ここで白切りで、まあ、一応パーピンがあれですね、木本さんの一応筋ではあるんで、はい、まあ、白ションパンに白よりは、まあ、木本さんに対してちょっと安全、うんうんうん、でかつ自分も使える可能性があるってことで白を切っていきましたね。これでカンリャンゾーと感じそうですね。ですね、ちょっとこう、はい、離れた一面ツ挟んだ離れギャンカンっていうやつですね。安全度どっちだ、急走の方がちょっと安全となりましたね。いや、柴田さんはパーマンも置いてるんで、これもかなり、まあ、ローピンもドラ、はい、パーマンもドラ、チーマンが全部見えている。パーマンはもうカネル以外使い道がないのは確定してますから、はい、だとしたらもうチートイツの方に舵を切りたいイメージ。ハーソーとか残す、うんうん、ならチートイツになりそう、はい、手を進めるならどうするか。ハック、ハックを選択。まだちょっと安全牌を消費しましたね。リーチ、さあカンチーマン、あ、失礼、はい、カンチーソーでのリーチになりました。これはもう目の、あれですね、 目の前の枚数ですね。ギャンゾーは1枚リアンで、うん、いや、ウソ、赤ウソ、カンチーソーは2枚持たれていて、山には2枚、2枚いますね。あ、一発もリーチ、一発も裏ドラがどうだ。まず6万と両ピンが1枚、はい、ということで2000、4000の上がり、そうですね、リーチ、いつもドラ1で、まあ、9万アンカンが入っているんで、いい版上がったのと同じ。あ、そうですね、ですので2000、4000万ガンの上がりですね。一本場2100、4100の上がりになりました。いや、見事リーチ、あ、リーチ一発も、あ、リーチ一発もですね、リーチ一発もドラ1なんで、まあ、あの複数関係なく2000、4000ということでした。ここは河野が一つ木本に挑戦状をまた叩きつけたんじゃないでしょうか。2人、ま、毎試合なんか2人がこう出てくるイメージですね。あ、そうですね、初戦はあの河野さん、初戦はあの河野さんとヒロさん、うんうん、で2戦目が石井さんと木本さん、はい、今回は木本さんと河野さん、河野さん、そうなってくるとやっぱり参加回数が少ない柴田さんが結構苦戦を強いられているはずなんですけど、はい、まあ、あれですよね、もう持ち前のこうバランス力で着順まとめているっていうイメージですね、うん、ポイントを見るとあの全然まだ圏内に入っている状態ですので、はい、まあ、なかなかあの手配を、今局は手配いいんですけれども、はい、ここまでの手配見ると、ね、先制を取られて戦いづらい手配が入っている局が多かった印象です。これは急走は一応3色の種、7、8、9、6チッパ、はい、木本はメンツこそあるんですが、はい、残った形がちょっと苦しい。親の現物のシャアを残して何から、これはもう、そうですね、素直に貫禄ピンのターツも採用していきます。チュン統一になりましたし、これで4統一、チー統一の方がメインになりそうかな、はい、あ、嬉しい、3メンツ、あ、これは嬉しい、あとジャントが欲しい。チュンは IC 動いてきましたね、もう積極的ですね。これも結構動かないかなと思ってたんですが、はい、この手配ドラもありませんが、トイトイがまだ残ってるか。そうですね、トイトイもありますけども、どっちかっていうともう柴田さんの親をもう流しちゃおうぐらいの、はいはいはい、イメージの仕掛けですね。多分スチーマンの両面チーとかもしていくと思います、うん、このチーマン出るかな、もしくは3万、3万かチーマンですね、違う違う、3万から3万の方になりました。お、これでトイトイも見える。そうですね、E ピンはともかくウーマン、ローマン、ローピンとちょっとポンしづらい牌が多い気がしますが、はい、あ、これはイーソーを残しておくとカンリャンゾーリーチが打てるんで、ここはウーピン切っておきますね、うん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 、イーソー残しておくとイーソーの重なりだけじゃなくて数層を引いてもカンリャンゾーのリーチが打てる、はい、ランゾーを引いたら一数層のリーチが打てるってことで、瞬間転廃する枚数を優先したってことですね、はい、秋元さんどうするか。ヤンゾーイーソーと切っていくのが一番こう柔軟ですけども、ここはペンサンゾー残しましたね、はい、なんか全員がこうちょっと形は硬くなってもまずリーチ先生取りたいっていうような、はい、そうですね、あんまりそのこうゆったりというか柔らかく構えて後半勝負っていう感じの打ち手、はい、
どっちかというとヒロさんがその寄りなんですけども、まあ、木本さん、石井さん、河野さんはかなりまっすぐ目の前のリーチに進むっていう印象が強いですね。はい、柴田はここでサブローピン、アリアンメンも残していきます、はい、3ピン引き後継のターンができました。おー、安全牌ゼロですね、はい、何かあったときはとりあえずいいピンと言ってとりあえずいいピンですね。関数マン、関数マンの形ができた。でローピンのポンが入りました。入りました。これは選択はあトイトイ残しますか。トイトイ残しますね。スチーマンの二度受けの形とあとトイトイも、はい、いや木本さんこれはパーマンからウーパーソン、まあノベタンも場を見るとそんなに悪くないと見ましたか。これ関数マンリッチかな。3万が自分の目から4枚見えてるので関数マンの方が良さそう。いや両層が入ったんですよね、はい、関数マンにするかウーマン短期にするかです。ウーマン短期を選択しました。親の柴田からの先制リーチ。こうしておくとあれですね、両マンが通った時に、はい、あの中筋になるんで、はいはいはい、ちょっと上がりやすくなりますよね。現状パワーマンが自分の側にありますね、はい、で石井さんのところにウーマンがある。これウーマン石井さん両マンが通っちゃうと木本から打たれた一発ですよ。リーチ一発赤赤、裏ドラはありませんでしたが1万2000の上がり。いや木本さんこれ痛い。自分の手でいきましたね、はい、いや捕まったのは木本でした。十分系、まあ、広いイーシャンテにとっていた木本。何の一曲、一本バレンチャンです。柴田の親番ドラが初、まあ、今のもリャンマンが通れば中筋というお話の途中でしたけれども、はい、パーマンの方だけでも通っているならウーマン1個勝負したいっていうような意思でしたか。そうですね、表示牌が宣言牌が3万でしたけども、はい、まあ、それでもやっぱりウーマンを勝負しても自信で勝ちあるということで、うんうん、いや木本さんこれで一旦またちょっと苦しくなりましたね、はい、総合ポイントが苦しくなってきましたね。まだ親番はオーラスに残っております。今局のドラが初です。ここが、まあ、形はなんか重厚な形をしてますね、はい、親の柴田がこれで、まあ、2着目トップまで見える形、ローソー切りになりましたか、はい、やっぱり皆さん結構あれですね、なんか重厚に、重厚というかなんかその直線的に結構打っていきますね、うんうんうん、なんかそんなイメージ。これの手もなんかやっぱりなんかペンチーピン外すとかいう人も結構多そうなんですけども、あ、はい、ここはもうまっすぐローソーを切って、うわーこれいい、一平行ハースを切って、リャンカンリャンメンのいいシャンテンですね、はい、もうおそらくリャンカンが埋まったらリーチを打つんでしょうけど河野さんはリャンカンが残ったらトロどうなんですかね。これが、まあ、闇点からリーチまでありますもんね、はい、河野さんの第一印象としては打つイメージですけど、これですよね。あ、これですね。リーチ打ちますね。打ちますね。数万が一度こう宙を舞うようなリーチです。カンチーマン待ち。気持ちいいですね。そうですね。私は打ちますよと。チーマンは手の内に2枚、山には2枚です。実際こう来られるのがやっぱり柴田さん的にも一番嫌ですからね。そうですよね。はい、さあ、先制のリーチは河野。戦いそうなのは、石井さんと石井さんくらいかな。これはもう、ちょっと柴田さんもちょっと、あ、だからこれでいいシャンテンだ。何ぐらい、何ぐらいでも何入をしてるんですか。ワンチャンスのダブナンか三蔵か、何からいきますから。これも河野さんがこういう局面で役割でもリーチ打つっていうのは結構情報でも出てるんで、はいはい、この半チャン、この3回戦の中で戦いで、うん、なんでなんかこのリーチ大体役なしでしょみたいなことはないんですよね、河野さんに限って言えば。そうですね、はい、なんでやっぱり押しにくいですよね。ちょっともうあの手の内を読み切れないがゆえに、はい、読み切りたいですね。どんなリーチも来るんだなっていう、はいはい、どんなリーチもあるがゆえにもなんかリスクマネジメントしきれませんもんね、はい、ドラの初が浮いている手配です。ワンチャンスチーズ、ノーチャンスか、ノーチャンスのチーソー、ペイアンコかぶりですがシャンテンスは変わっていません。初が通りました。これは
まっすぐ行くなら三蔵とかウソを切りたいですけども、パーピン切り、パーピン切り、一応チーピンの薄い壁、二枚壁ですか、はい、でかつ自分の手配を進める位置だってことですね、はい、いや全員なかなかやめてないような感じがあります、はい、まあ、パーマンなんかは現物でありましたが、テンパイでこれリーチだ、追いかけリーチが入ります。町が三層ウソシャンポン町石井からです。三層の方はないが、ウーソーが二山か、枚数としてはイーブン、イーブンですね。二軒リーチになると親の柴田、二軒リーチになると結構脇の二人は押しにくいですね。特に木本さんはもう元々全然押せる手ではなかったので、はい、これどうするか、まあ、ノーチャンスのチーソーになりそうですね。うん、こっからが大変そうですね。ドラももう使えなくなっちゃいましたし、はい、9万は、おお、もう9万も切らない。いや、こうなるとどっちが勝てるかですね。どっちが結構、はい、結果に左右しそうなめくり合いですね。これは石井さんも打点があるんで、そうですね、どちらも勝負手、はい、両走、両走、まだ特に中筋とかにもなってない嘘は、そうですね、はい、まあ老僧が全部見えてる木本からは、木本さんがちょっと危ないですね、これ嘘を聞いたら。今すでに手詰まっている状態なんで、いやー初かな、初河野さんが切ったタイミングでポンも何も入ってないんで、はい、一応初短期か、あとその後に引いてきた初シャンポンみたいな、数層を選択しました。これつまりあれですね、やっぱり老僧のチャンスでイーソ取ってるからなんです。そういうことですね。だからってことはウーソーはもうちょっと危ないですね。かなり危ないですね、これ柴田、柴田さんから3層のノーチャンスになっちゃったけど、まあ、一応数層が3枚あるか。そうですね、とりあえず連打できる牌があります。3万も通った、チーピンを元から通ってる、3万が切れる、はい、いやこれ本当に危ないですよ。でも柴田がこのまま数層全部切り切ってくれれば、今度三層が、はい、あ、そうか、三層当たるんだ。三層またなんですか、はい、むしろだからこの順目と次の三ピンは持ってないけど、ローピンが長筋だ、これで2枚切れる、2枚増えると生き残ったかな。そうです、三層は選ばなそうです、まだ選ばないですね。ちょっとサブロッキュー層の筋持ちすぎてる感じもありますもんね、はい、だからこの次で数層見せるかな、柴田さん見せない選択肢もありますね。柴田は数層以外って何かありますかね、安全な牌。柴田さんも数層以外ないのか、リャンゾーあるか、リャンゾーか、はい、いや、しかし数層見せまし ました、ね、これ見せる、あ、数層だ、ここは石井の上がりになりました。リーチ単葉赤5200の上がり、これは石井さん嬉しいですね。追いかけリーチが実っていきます、はい、河野さんはこれで一旦トップから落ち押されたので、はい、それでもまだ有利には変わらないですね。そうですね、いや、まあ、なかなかこう早く早い段階での転敗、はい、役割でもリーチに行く積極策なんですが、逃がしてもらえませんね、このメンバーの中では。なかなか逃がしてもらえ、もう本当に誰か一人は追いついて勝負してくるっていうイメージですからね、はい、さあ、なんと2局はドラが3ピン、河野の親番です。ドラ含み一面図が見えます。ただそこ以外はちょっとなんか形が良くないですね、うん、そうですね、9万からかな、何チョンから行くのもありますが、9万から何チョンは重ねるみたいと、はい、マンズ一面図石、ここはデキメンツございません。兵が統一になりました。なんだこれは、おお、なんなん、シャーシャーペーペー、これポンポンポンでトンタンキンすれば役満ですよ。ただペイなんかあれだな、木本さんが重ねたのさっき。そうなんですよ、はい、ペイがねもちもちで、まあペイが地風、ナンがバカ風、シャーがオタ風、これ木本さんペイの統一落としになるような単品系に追ったら、これチュン残したじゃ単品系にならなそうですね。現状はそうですね、はい、もうちょっと例えばどこのここら辺だろう、ピンズが伸びるとか、おお、赤ウーマン積もりった、積もりましたね。形的には全然赤ウーマン残して9万とかイーソー9層切っていくんですけども、本一を見てだったらもう危険なところから切っていこうっていうことですね、はい、おお、柴田は何のポン、はい、これ想図ですよね、いくとしたら想図ですけど、今頭がないんですよね、その単純に考えた時にペーシャー、はい、ポンしていくという前提で考えると、はいはいはい、ってことは何頭にしたいと考えているかっていうと、うん、ポンですよね、おそらく柴田さんは。そうでしょうね、だからこれ多分サブローソーとかウッパーピンチーした時に
あ、これは一旦残すか。先ほどポンしたな。今月よりはなんかこんだけ手材料あると痛いんで。おお、なんつもり。これ怖いですね。これピンズも選ばなかったですね、はい、今の段階では。これめちゃくちゃ怖いですね。なん赤馬切ってる人が、はい、なん関して打点を欲しがらないってちょっと、なんか変な感じがしますよね、はい、何で打点つけてるんだろうっていう。もうすでに満貫確定してるぐらいのイメージですよね。はい、まあ、ヤクヤク本一とかがやっぱり出戦にはなりそうですけれども、はい、そうですね。そうなるとなかなか木本さんのスーピンが単野系になっても取り落としするケースは少なそうですね。二三点。あ、はい。二三点だけども、パーソー9層のシャンポの部分がかなり弱いんで、1枚切れずつで、はい、パーソーを切っておいて、まあ9ピンチーピンとか数万ローマンで頭作って、スッチーソーの両面にするっていうのが、セオリーですね。はい。ありますね。で、安全度でパーソーから切るのが、おお、これ単野間が危ないな。9層切り。9層から。今、瞬間の危険度で、パーソーの方が柴原さんが泣いてない分ってところですかね。はいはいはい。普及その見えてる枚数は自分から結構見えてるんで。ええ。ピンズでメンツができました柴田。これでパーソーですかね。あたら河野さんはチーピンか。パーソー切っておいてチーピンで例えばローピンとか引いたときにヤンメンにするのがまあ、うん、ヤンメン好きな人がそうやるんですけど。そうですね。瞬間のまあ受け入れを優先したような感じ。河野さんはキューピンもパーソーのアンコももう逃がさないと。はい。さあ両ピンが入ってドラがまず1枚かなり安定しました。かなり安定しましたね。これはこのまま両ピンとスチーズファンになりそうですね。ええ、ソーズバラになります。まあ、今ちょっと考えてたのはやっぱり下茶の柴田に対してですか、はい、手からローピンが出てきました。じゃあこれポンでこれですあサブローソーの天杯、はい、現状何赤ですか。何赤ですね。これなんか想像の本質っぽいんだけど、はい、さっきの照らしのローピンって何って感じますよね。うん、なりますね。はい、トリトリとかなのかなっていうイメージもつきますよね。ああ、裏目の3層でこれ想像の本質っぽいんだけど、じゃあさっきのローピン何ってまたこれ木本さん考えてますよね。今染まってないならじゃあ何にで打点を作ってるんだと、はい、赤馬切ってるんで何かしらの打点系はあるはずなんですけど、まあ、やっぱりトリトリがやっぱりあるのかな。じゃあ中層を残しておいてローピン切る、中層周りで何があるんだみたいな、はいはい、パーソー泣いてないし、チーソーも泣いてないしみたいな、まあ、一旦ウーマンローマンが現物ということで、はい、さらにパーピンが出てきました。もうなんかパニックですよね。ちょっとあ、そしてパーソー何個捉えた河野。テンパイリーチカンウーマンいきますね。握れ握れあと手の内に1枚なんで、はい、あ、ドラが3枚目、赤があと1枚残ってますか。赤は、ね、赤が切られてるのか、はい、まあ、柴田さんはまあ確実にウーマン持ってないと。はいはい、はい、ことですよね。でまあここから手代わり待ってダマ点にしているよりはもうリーチって言っても下ろしちゃうと。これペー出るとこあるのか。強気。これペー出るありますね。ペー出た時はポンなんですか。いや、親リーチったらペーさすがにポンできないか。 E ピンを選択しました。 E ピンを選択。これはこれはさすがに数層で、うん、まあ、ローソー現物ですしね、今親のサブローソーが。 E ピンって E ピンはもう3ピンのワンチャンスで、ドラの3ピン。 あ、そっか、自分が3枚持ってるのか、はい、なんでも勝負。じゃあこれ両ピンをワンチャンスってことになるんですか。そうだから自分の手配がテンパイした時に町としてペイド3ピンのシャンポンにしたいはずなんで、はい、おー、ただここはもう受けた。そうです、中筋にした数ピン、はい、受けたけども、ちょっとね、自分の手配がドラアンコでね、しかも赤も1枚見えてるからちょっと行きたいところでありましたけど、ここはもう渋々ですよね、本当に。まあ、あといい数層やっぱり振り点が大きかったですかね。はい、いい数層振り点もありますしね。もう点数手帳的にはもうこのチャンスで上がりないともう大ヒットなのっていうと、まあ、やっぱりあれですよね、河野さんが結構何でもリーチくるっていうのは結構今まで分かってると思うんで、はいはい、それも含めていきたいなという気持ちは木本さんあったんですけども、これはさすがにという。柴田さんもいますからね、なんかちょっと不穏な。そうなんですよね、はい、2人で一応土俵に立たれているので、
なんならだって柴田チーピンも手から出てきてなんか一メンツ落ちましたからね、はい、あの辺なんかメンツがあるんだろうなとは思うんでしょうけれども、安全な範囲がそんなになくなってきましたかね。これヤンピンですかね。怖い、うん、ヤンピンも怖い。ウーピンが通って自身の目でワンチャンスか。チームは現物、はい、これは切りやすい範囲でした。サブローソーはただローソーは結構ありそうですよね。サブローソー手の内に3層2ローソー1ローソーが1枚ローソーが13層の方がまだ2枚残ってますかね。そうですね。でこのローソーは今来たと。で北本さんは、はい、ただローソー以外切る範囲がないけどローソーはかなりヒロさんに危ないと思ってますね。うーん、両面で当たるならもうサブローソーかサブローソーぐらいしかないですね。河野には現物ローソー切りましたが、はい、これが柴田の上がり範囲何赤2000の上がり。ここは最後まで柴田が押し切る格好。ちょっと木本は挟まれて苦しそうでしたね。そうですね、かなり苦しかったですね。さあ何の3局です。石井の親番柴田さんもそうです。柴田さんの基準が見事でしたね。かなり、赤ウーマン切った後に、はい、手からあのパワーピン出して後の急走みたいな形でちょっと、うんうん、かなり分かりにくかったんで、立ち上がった時にあと何も果敢せずという選択もありましたもんね、はい、かなり勝負点に見えましたからね、はい、それも込みで、あの木本さんが両蔵3層と落とせずに結局回って、その1数層振り点がネックとなって、まっ、はい、すぐ行けなかったっていうのもあるんで。そうでしたね。結構あそこがウーマンローマンがまだ残ってるとね、はい、この手なら全然勝負しますってなってそうなものだったんですが、さあ今局のドラがチーピン。石井さんがいいですね。そうですね、石井も暫定のトータルのポイントは3番手というところですから、はい、ふとこの半ちゃんの4人のスコアを見てみると割と団子になってますね。そうですね、1万2000上がった柴田さんだけちょっと抜き出てますけど、なんか漫画2回上がった河野さんはなんだかんだでこうじわじわと削られて2着目っていうイメージですよね。そうですね。あ、これ嬉しい。チュンもチュンが1枚入れだけども、おー、ヤンマンからこれ赤をどう使うかですね。そうですね、なかなか結構全部使おうとなるとちょっとかなり無理をしないといけなそうなイメージですね。最悪ドラドラだけでも手を打ちますか。はい、チュン、あ、チビもドラなのこれ。そうなんです、今ドラドラ赤赤なんですよ、はい、じゃあもうそうですね、やっぱり漫画にはしたいんで、なんかどっか、なんかどうにかなれって思ってますよね今。なってほしいとこですね、はい。元より形もちょっと不満なところはありますから、赤がそういうのに変わってくれれば。ウーピンはつもぎり、これでなんとか。そうですね、とりあえず3枚は使えそうなイメージ。赤ウーピンの方は使えそうです。さあ柴田さんもこれで両面ができた。これでなんか全部使えそうな。そうですね、ここで3人号もあるんで、なんかそこの辺で仕掛けていきそうですね。3色か。おお、この関数マンは黙ってん。石井の親番の石井にテンパイが入ってます。単葉のテンパイ、この辺こうなんかまっすぐぶつかり合うこの石井さん河野さんですけども、はい、違い出てますよね。多分河野さんはこの関数マンギーちゃんですよ。あ、してそうですね、はい、石井さんはただこの関数マンはもう、もうちょっと量形作りに行って、うんうんうん、もしくはこのままさっと上がっても構わないと、はい、いうイメージですよね。と思えばなんかこう石は仕掛けるときは結構 ね、あの手前側から一気に走り込んでくるような仕掛けを見せるときもあります。面前だと結構ゆったりと、ゆったりとというか、まあこういうのを即リーチはせずにというイメージですね、うん、上がれる形は残しておきますけども手代わりは待つという、はい、これはさらにゆったりしている人だと、まあ3万切りとかで3ピンのところで天杯取らずということですね、はい、というのもあるんですけども、この辺が結構違いが出て面白いですね。確かにそうですね。さあ、カンパーピン引き。これは嬉しい。パーマン切って。河野の欲しいチュンがあと1枚。おお、ここでパワー数入れ替えてのリーチになりました。つもりリーチだとやっぱりちょっとなんか破壊力が、破壊力というかまあちょっと舐められちゃうんで、はい、まあ、この順目になったんで、もう手代わりも待ってる暇もないと。木本からも追いかけリーチ、真っ白9ピン。木本さんから追っかけリーチ。これってあの石井のリーチのタイミングは
シンプルな順目なんですかね。誰かの打牌に反応したとかもあるんでしょうか。打牌に反応はあまりないです。だからどっちかというとシンプルに順目と思います、ね、はいはいはい、はい、シンプルに順目でも手が始まってる時間もないし、そろそろ押さえつけに行こうかなという、うん、順の選択。関数マンと老朽ピンのめくり合い。関数マンは山に2枚2枚ですね。老朽ピンは老朽ピンがローピン手の内2、9ピン手の内1、ローピンが1のキューピンが1、枚数一緒か、2対2ですね。あ、数万つも上がり、ちょっと縁に当たってしまいました。石井のつも上がりになりました。リーチつも単野をドラ裏4千オールの上がり。石井さんもそうですね、パソリーチだとにすぐキモさんからリーチしたんで、はいはい、すごいなんかもう先にリーチ、結局リーチになったら先にリーチ打っとけば、そうですね、あと1巡でも早くリーチ打ってると、はい、キモさん来れなかったかもしれないのになっていう、ちょっとなんか嫌な感じがするあったんですけども、そこをまあ、結構上がりきりましたからね、はい、その感情がのつもはいにも出たでしょうかね。さあ連チャンです。何の3曲1本ばドラが数層ですよ。2面とあって、しかもドラドラドラ、ヤン面がなんか2つ、これもう一個大きいリーチがかかりそうですね、はい、ダブナントイツの木本に赤ウーマ、赤ウーマ、あーただなんもちもちだ、これはなんという、トーノさんもトーノさんも悪くはないですね、ええ、ちょっとネックがありますけど、いや圧倒的だ、これダマ点が来ますよ。リーチかけてくれないかもしれないですね。だって今石井さんプラス6、総合プラス60で、あ、はい、ここからプラス12加点とかしたらもう、まあ、最終戦かなり決まったポジションで入ることができそうですよね、はい、かなりダマ点で漫画になるケースはかなりダマ点漫画にきそうですね。はい、サブローピン引いてのスッチストーマチとか誰が、ダマ点ですねこれ、さすがに。いや、リーチ考えてる、でも止まってますもんね。リーチですって、これはもう順目が早いから分かんないだろうお前らと、はい、待ち、サブローピンです。来る人は来るだろうし、その過程でサブローピン出るならいいですし、はい、単純に順目があるんで、もうこれで積もって6000オールから8000オールはもう完全に決めに行くと、はい、恐ろしい。サブローピン手の内に3枚、あと全部山です。5山、あ、一発積もは倍満ですね。リーチ一発積も、タイヤをピン風、タイヤはないです、あ、それ、リーチ一発積もピン風、赤、ドラドラドラ裏8000は8100オール。いや、66000ゴールももちろん決まりでしたけど、8000ゴールはもういよいよですね。そうですね、24ポイント、他他者とは32ポイントつけたわけですか、これで。はい、ゴーイングマイウェイですよ。ポイント着順2回分ですね、2回分、はい、ダンちゃん分か、はい、2着順分の、3着からトップまで突き抜けたみたいな、はい、稼ぎ方。日本バドラがローソーです。これでちょっとポストは一つ埋まったか、かなり埋まったように見ますね。で、木本さんもだいぶ厳しくなってしまったんで、これ結構まだ分からないですけどね、ここから見てみましょう。多分おそらく石井さんはほぼかなり 99% ぐらいの通過率になっていると思います。この半チャンに限って言えば、あの木本がオーラスの親番、はい、大連チャンの可能性はもちろんあるんですが、まあ、石井がかなり突き抜けてるのもあって、トップはともかくとしても2着は取りに行きたいとこですよね、はい、そうですね、最低2着は取りたいですね、はい、そして河野と、まあ、柴田が現状のポイントですと2番手争いをしているというところです、はい、それもほぼほぼ1着順以内 の、 そのマイナスプラマイ20以内に収まってよ、収まりそうな感じの点数な差で、そうですね、なんかオーラス着順勝負とかになりそうですよね、はい、まあ、下手をするとあの最終戦にも着順勝負がこう持ち込まれる可能性もありますね。なんで河野さん、ここは是が非でも上がって、うん、是が非でも2着になりたい。ここは石井さんがいい、もう一回来るかな、これ黙、いや、これさすがに黙ってるんじゃないですかね。なんかもうリーチ必要なさそうですよね、はい、ポイント見るとなんかもう、なんだろう、なんかどっちでも良さそうな感じで通過率ほぼ揺るぎなしか、はい、柴田はマンズに渡ったりっていうのを考えてるんですかね。あ、いい間切り 99% を 98% になるか 99.5% になるかぐらいのイメージですよね、これは。いや、これどうする、そう、単野にはせず、これじゃかなり暗黒系の手ですね。そうですね、場に若干ソーズが高いのもありましたかね。
木本さんもドラドラ感ですよね、これかなりいい手です。打点は見えてるんですよね、はい、ただ今回かなり手配が皆さん整ってる、はい、まだ天配入りません。柴田さんだけ、あ、柴田さんちょっとこの次移る、はい、これはポン点も効く形に、ポン点は取りますね、満貫ですもんね、これがちょっとこれだけはちょっと未だにちょっとやっぱりチートイツ系をなんか、そうですね、ずっと見させられてるみたいな、安全牌を持ちながら、うわうわ、これ高め3色じゃないからリーチか、もう高め3色じゃないからリーチか、間違いにはウーピン、高め3色あったら黙ってんでもよかった、うわーこれはリーチ、うおーか、現物だ、ああ現物待ち、はい、木本にダマテンが入る6球ピン待ち、リャンウーピンと6球ピンです。これローピン危ない、いやこれ危ない、いやただ考えてちょっとパーピンがだってまあ無筋ですね、パーピンがかなり来てますからね、これチーマン選べるか、いやんー、いやローピンが選ばれた、木本がここは上がりきる、タンヤオピンフドラドラ赤8000は8600、河野からの上がりになった、いやこれは河野さんも厳しくありましたね、これ、いや痛い報酬ですね、ハンちゃんラスになっちゃうと、そうですね、柴田さんと二着順差になっちゃうんで、はい、いやそして木本さんはこれかなり、あとはこの親番でどこまで稼げるか、そうですね、逆にここで粘れないと最終戦の並びが結構こう固まった状態で始まりかねませんもんね、はい、このままの状態で終わっちゃうと、ちょっと石井さんと柴田さんのと2人のあれですよね、2人がもう曲をどんどん回しに行くんで、うん、そうはさせたくない、はい、とにかくなんとかして争いに巻き込んでいきたい、まずはチュンが統一、悪くはない、連チャンするのに悪くはない、打点はないですけど、はい、ドラが3ピンです、まず急走から柴田は初統一、3統一、柴田さんはここはもう逃げ切ればかなりオーラス、オーラスじゃない、最終局面、最終戦で、はい、有利に戦い、わあ、戦い、うーわー、え、ハイパイですか今の、ハイパイです。そんなバカな、石井がすごい。急に来ましたね、なんか。三色見えてきました？柴田さん三色見えてきましたね。どっちかというと上がり役として欲しいイメージですかね。チャンタとか三色あたりが見えますか。はい、柴田さんの市場命題はこの曲、このハンちゃんをこの着順のままで、はい、終わらせることなんで、打点がどうこうというよりはとにかく。木本さんの親を終わらせたい、うんうん、すぐ背後には木本が、はい、迫っていますからね、そのための上がり役として、まあ、3色の部分も残しておきたいという、はい、河野さんは、河野としては一つ上に上がるまでが満貫ツモだとちょっと足りないのか、そうですね、200点足りませんね、どなたかがリーチ棒なんか出してくれれば満貫ツモ、それまではハネマンツモ条件、そうさん、イーシャンテン、チートイツのイーシャンテン、うん、これはそうですね、ポンテンも効く形、ポンテンというかポンが効きますね、チャンタで、河野さんはハネマン級にするとなると、はい、スーピンはまず下に伸ばしてドラ使える、ソーズは一気通過の種なんで、マンズのペンちゃんが一番使えないと、あ、動いたのは石井です、テンパイですね、パーマンをチーしてウッパーソーテンパイ、うわテンパイだ、こっちもチーピン短期ダマテンに構えていきます、ドラドラ現状出て9600、はい、これは柴田さんからの直撃とかができればすごい嬉しい、チーピンここに入った、これ初めてのチーピンでしたね、あと2枚山に残ってます、はい、これ9万を切る、そうですね、9万を切って、ね、うわ積もった、石井が決め切った、タンヤを赤500戦の上がりで、ハンちゃんが終了となりました、木本天杯までは入ったんですが連チャンならず、さあこの3回戦はトップに石井、2着に柴田、3着に木本、4着に河野という並びで決着です。さあ、続いては最終戦の4回戦なんですが、はい、ちょっと石井が抜けていて、柴田が2番手、はい、この並びを追ってる2人が崩せるかどうかですね、そうですね、かなり点差は開いたんですけども、ただやっぱり何が起こるか分からないのが麻雀ですから、はい、そうです、そして順位でも大きいルールなんでね、はい、このあたりのドラマはぜひ最終戦でご覧いただければと思います、はい、というわけで続いて4回戦です。